エリギー、ウィリアム・アドルフ・ブグロー・エレジーは、悲しみを歌った詩などの文学作品、楽曲。日本語では、ヒ歌、哀歌、挽歌などと訳される。もともとは古代ギリシアのエレゲーアで、ある種の陰律、さらに詩を哀悼する詩を指した。語源はギリシャ語のエレゴス。古典詩のエレゲーアの詩形、つまりエレゲー音は二つの行からなる連句である。最初の行は、ダクチュロス・ヘクサメトロスで、 それにダクチュロス・ペンタメトロスの行が続く。ダクチュロス・ペンタメトロスとは、二つのダクチュロス超音節マイナス二つのダクチュロス超音節という因律である。ダクチュロスは、ヘクサメトロス、ダクチュロスの中で、場所によって、スポンデーオスに置き換えることもでき、太陽超音節、U を単音節、U を超音節か二つの単音節とすれば、次のようになる。UUUU ゆう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 ヘクサメトロスは、ジョジ詩に使われる因律で、また、エレゲーアは、ジョジ詩より、下の死刑とみなされていたので、エレゲーア詩人は、ジョジ詩を書くつもりで、エレゲーアを書き、それをジョジ詩と関係づけた。エレゲーア詩の初期の例は、アルキロコスやシモウニデースで、ジョジ詩と同じくらい古い。しかし、特筆すべきエレゲーア詩人は、ヘレニズム機のカリマコスで、 ローマの詩人たち詩人かどうかは問わずに、多大なる影響を与えた。カリマコスは、女ジ,ジシより短く簡潔なエレギアならより美しく、より評価に値するものが書けるという考えを広げた。ローマ時代の代表的なエレギア詩人は、カトゥルス、セクストゥスプロペルティウス、ティブルス、そして、オイディウスで、世代が上のカトゥルスが、他の三人を先導した。四人とも、 カリマコスの影響を強く受け、お互いの詩を読み合った。カトルスとウィディウスは、エレゲーア以外の詩形で詩を書くこともあったが、プロペルティウスとティブルスはそれはしなかった。イギリスにはもともとエレジーの詩形はなかったが、1751年にトマス・グレーが書いた、ボハンの哀歌」が多くの模倣者を生み、間もなくピンダロス風昇家とエレジーの両方が当たり前のものになった。 もっとも、グレーは、エレジーという言葉を孤独と哀悼の詩に用い、ユーロジーには使わなかった。またグレーは、ギリシア、ローマの古典詩のエレゲーア死刑からエレジーを自由にした。その後、サミュエル・テイラー・コールリッチが、エレジーは、施作にふける精神に最も自然な形であり、詩人自らが施作できるなら、どんなテーマでも構わないと主張した。コールリッチは、 自分の定義がエレジーと助成詩を融合させることだと分かってはいたが、自分が好きな助成詩の瞑想的性質を重要視することと、グレーが大衆化させた種類のエレジーに言及することを続けた。ウィリアム・ワーズワースが助成詩集の序文で、詩は平安の中で瞑想された感情から作られるべきだと言ったことは、これと似ている。ロマン主義以降、エレジーの定義は元の 死者を追悼する歌という競技の意味に戻った。近現代の音楽におけるエレジーは、形式的に規制された作品ではなく、どちらかといえば、幻想曲の商品の特徴を持っている。ありがとうございます。